久保さん、手取り14万円の人の気持ちとはにしておきましょうか。まあ、ちょっとこのキーワードもだいぶ古いですけどね。まあちょっとね、こう結構シリーズ化してやってみてもいいんじゃないかなと思うんですけど。まあ正直申し訳ないですけど、14万円の人の気持ちはわからないです。今はね。今はわからないです。でも昔は分かりました。昔手取り14万、 うん、これね、僕、大学生の時、手取る、あの、バイトして、だいたいマックス稼いだ時が14万ぐらいなんですよ。うん。まあ、僕は大学生の時に、まあ、普通、まあ、普通うう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 は多分、仕送りがあると思うんですね。普通は。普通の家。あの、収入がある程度ある家であるならば、多分うううう、仕送りありますね。大学生は。親からのね。 で、親がちょっとき,きついっていう場合は、多分、あのー、国からお金を借りるっていう制度を利用すると思います。で、国からお金借りて、なおかつバイトする。まあ、お金がない家はね。でも、お金がある家は大体仕送りもらってるはずです。で、うちの場合は、ああ、貧乏でしたから、あのー、奨学金もう借りる予定だったんですよ。ね。行ったわけですよ。で、行ったら、すいません、あのー、ちょっと偏差値足らないですね、みたいな。 で、有利子ならありますって言われて、まあ、無利子なやつはちょっと無理貸せないですみたいなね。あ、おつむが悪いから。で、有利子までして借金かみたいなね。これきついなと思って、じゃあバイトしようっつって、そっから地獄のね、学校行く、部活行く、バイトっていうね、地獄の4年間ですよ。そう。で、僕は、えー、家賃2万円のとこに住んでましたね。家賃2万円。ボットン便所共,共同風呂。 はい。吉田アパートっていうね。家賃2万円っていう。これ先輩が探してくれたんですけど。まあそこで僕はアルバイトしながら仕送りなしでね。最初の1ヶ月ぐらいは8万円もらったんですよ。最初の1ヶ月だけは。まあバイト決まってなかったんで。で、それ以降もう全部自分でやりましたね。生活は。うん。だ本当はね、もともと大学は行けなかったんですよ。お金なかったんで。だから就職、高卒で就職探してたんですけど、たまたま先輩が、まあこの大学ね、 ちょっと強くするんだと。これから卓球部盛り上げていくみたいな感じで、まあ卓球をやってたんですけど。で、そのお誘いいただいて、特待でね、授業料免除でっていうところで、えー、話しつけていただいて、あ、授業料免除だったら、ちょっといけるかもしれないですつってね。で、まあ授業料免除でスポーツ推薦で入ったんですよ。だけど、ね、生活費は必要ですから、あの、一人暮らしですから。 だ先輩もその事情してたんで、もともと先輩の住んでる、カーサっていうね、カーサっていうアパートを最初そこを契約してたんですよ。だけど、お金ないっていうのを相談してて、そこがね、家賃多分6、7万なんですよ。ね高いじゃないですか。<laughs> で、タクロ見つけたぞと。2万のとこ見つけたぞ。マジっすかじゃあそこでって書ってね、変えてもらって、で、そこに4年間住んだんですけど。でも、バイト、まあ、部活やりながらなんで、 まあ大変でしたね。平日も部活終わってから居酒屋だったんですけど、で、夏の一日練した後のバイト8時間とか、えぐかったっすね。マジでえぐかったですね。もうガンガン部活で練習して、ブワー汗かいて、うわうブワーなってる時に、これからバイトでタッチ仕事8時間みたいなね。まあ鬼でしたね。うん。で、僕はその、まあ14万でやりくれしてたんですけど、 まあ正直もう嫌ですね。14万は。<laughs> 14万の生活はもうやったし、まあ、大学生の時もやったんで、もういいですね。死に、に、まあまあ、多分ね、あのー、まあ、嫌ですね。家賃2万のところ、ボットン便所で、あ共同風呂は嫌ですね。大人になって、申し訳ないけど。わ、うん、がままって言ったらわがままかもしれないでしょ。 でも、いや、14万で生活するって言ったら、きついっすからね、普通に。うん、家賃。だって家賃、だってマックスが14万なんですよ。部活やってるんで、だいたい平均アベレージ8万とかなんですよ。8万でやりくりしていかないといけないですね。で、夏休みとかは、結構その、あの、8時間とか入れるんですよ。だから、普通の学校があって、部活やって、 入るってなった場合は、だいたい8時とか9時から入って3時間ぐらいなんですよね、4時間とか。で、夏休みとかになると1日連しても4時とかに終わるんで、まあ5、6時から入、5、5時とかよ、もうすぐ入ってって感じなんで、まあ夏休みは結構増えるわけですよ。あと部活が休みの日もありますんで。だからまあ、あの、マックス入った時は14万ぐらいだったかな。そう。でも平均8万とかの生活、えぐいっすよ。結構まあまあカツカツっすね。 しかもね、遊びには行けないわけですよね。で、大学生なんか遊びたいわけじゃないですか。遊ぶ金ないっすよ。<laughs> だからやっぱね、選択が、お金ないと、やっぱね、住む場所もそういうとこ住まないといけないし、大人になってやっぱ嫌ですよね。うん、今、まあ、住もうと思えば住めるかもしれないですけど、その選択は取りたくないんで、ただ僕は稼ぐっていう、ね、ただ稼ぐ、それだけです。嫌だから。 うんだから、手取り14万で嫌だったら、それは、まあ、新しいね、ことをやってください。もうそれしかないですよ、うん。今の会社でどれだけ頑張っても手取り14万。じゃあそこで頑張るんじゃなくて、他で頑張ろうよっていう。で、それは自分の意思次第ですよね。なんか、うーん、まあもちろんね、年齢の問題で再就職ができないとかね、いろんな問題あるかもしれないですけど、うーん、それはしょうがないですよね。だってそれ言ってもしょうがないんで。 うん。まあ、100歩譲って久保さんは40か、40歳からマージャン店のおっさんからね、親父からネットビジネス始めたわけですから、僕は年齢関係ないと思うんですよ。ま、さすがに8、80歳からだって言ったらどうなのかわかんないですけど。うん。まあ、40、50、60。まあ、動く範囲であるならば、まあ、ね。だって、久保さんとか僕やってるのはカメラに向かって喋ってるだけですから。 まあ、もっとね、細かいこともありますよ。まあ、僕は商品売ってるんで、もっと細かいこともやってますけど、基本はこれなんですよ。で、これってできるはずなんで、うん、自宅から一歩も出ず、なんや、あの、ネットで発信することはできるんですよ。で、あとはそれでどうマネタイズするのかっていうのを勉強していけばいいですよ。で、今回その手取り14万って入れてるのも、これ SEO のキーワードですからね。まあ、ちょっとトレンドにも相当遅れてるので、まあ、再生数は伸びないかもしれないですけど、 うんこれも一つの技ですから。なぜ手取り14万っていうキーワードを入れてそのネタで話すのかっていうアクセスをちょっとでも呼び込むためのワード。昔堀江さんが手取り14万に対してお前ダメだみたいなね。それでバズって炎上して YouTuber もそれぶせてバーってやっててアクセス稼いでたんですけど。逆に今やってる人あんまいないじゃないですか。逆に言うとこれでもう大量に動画撮ってもいいじゃないですか。手取り14万っていう <laughs> ワードで。っていうね。その、まあ、一つの知識ですよね。 どういうキーワードを入れるとアクセスがこう来るのかっていう知識を知ってるからそれに基づいて話してるだけなんですよ別に手取り14万のことを話したいかっていうと別に何でもいいんですよ何でもいい <laughs> そううんまあ僕はね今わかんないですね手取り14万の人の気持ちはうんてかもうそこに行きたくないのでただあのひたすらやるべきことをやってね、えー、稼ぐだけですだから稼げばいいんですよ単純に で、稼げないと思うんだったら、それは稼げないだろうし、稼ごうと思って稼ぐ、稼ぐべきことを徹底的にやってないんだったら、それは稼げないだろうし、久保さんも超徹底的にやってますし、僕も超徹底的にやってるし、ね、少なくても動画本数相当やってますよ。僕2万本ぐらい、このチャンネルはね、あの、R34 マガジンのチャンネルはもう2万本ぐらいありますけど、 まあ、やるべきこと、やれることをもう徹底的にやってますけど。うん。で、それはあなただからできたんでしょはい、そうです。あなたはじゃあどうするんですかと。僕はやるべきことをただ徹底的にやっています。なぜですか ?14 万の生活をしたくないからです。もうやだ。うん。ボットン便所、共同風呂。大人になってね。えー、申し訳ないけど、そこには住みたくないです。これはもう本当に。なこれね、苦い思い出があるんですけど、大学時代ですよ。 大学時代ね、付き合った女性が出てきたわけですよ。ね。僕はその、ボットン便所と、ね、共同風呂。まあ、そ、そこにね、まあ、彼女を呼ぶときね、風呂どうすっかな、と。ね。まあ、すみません、ボットン便所はちょっとね、うん、ごめんなさい、っつっては。でも、共同風呂はね、さすがにちょっと、シャワーもないんですよ、そこ。だから、先輩にお願いしたわけですよ。すいません、ちょっと、彼女泊まりに来るんですけど、ちょっと風呂貸してもらえませんか、みたいな。で、落ちは、 結局、オチはね、オチはその先輩がその彼女を奪うっていうね、このオチが、もうトラウマですよ、これは。そう。<laughs> もしあの時僕がね、先輩の力を借りずね、自分の部屋に風呂、シャワーがあればね、ね、変わったかもしれない。そう。いや、あれはね、すげえ僕のね、あの、トラウマというかね、思い出ですよ。 でその彼女の件に関してもその先輩にめちゃめちゃ相談してたんだけど、拓郎、タクロはちょっと話があるみたいなね。<laughs> 先輩の扉開けたらね、二人とも正座で座ってるわけですよ。何事やと。<laughs> いや、あれは忘れへんな、まあ。もし僕にお金があったらね、でしかもその先輩、車持ちなんですよ。ね。<laughs> で、車でいろんなとこ行けるわけですよ。<laughs> くそ、みたいなね。 いやーお金稼ぎましょう。あった方がいいですよ。いってらっしゃい。